恐竜博物館ではたまにこんなことがあります。ラプトル、ラプトルはどこ？なんだいねえじゃん。あの超有名な恐竜の映画に登場するラプトルのモデルとなったのは、実はベロキラプトルじゃなくてデイノリクス。両方ともドロマイオサウルスの仲間で、後ろ足には鋭いカギ爪があります。ベロキラプトルよりデイノリクスの方が大きいんです。さて、デイノニクスの背骨に注目したことはありますか？よく見ると穴が開いていますよね。この穴、ただの穴じゃないんだぜ。何が入っていた穴かって？それは気嚢というのは、今生きている鳥たちも持っているもので、肺とつながった空気が入った袋です。肺って聞くと、こういう形をイメージする人が多いかなと思いますが、鳥の肺はこれ、肺の前後にあるこの袋が気嚢です。生きている多くの鳥は気嚢が9個もあって、胸やお腹、骨の中に入り込んでいる気嚢もあります。あなたたち人の場合は、酸素が豊富な新鮮な空気を吸うと、肺で酸素と二酸化炭素が交換されて、二酸化炭素が増えた空気を吐き出しますよね。今生きている鳥の場合はこうなります。はい、吸って、もっと生きる、もっと生きるよ。はい、吐いて。肺にご注目ください。気嚢があるおかげで、肺には常に新鮮な空気があるんです。鳥はこの呼吸システムのおかげで、酸素を効率よく体に取り込むことができます。だから酸素の薄い高い空も苦しくならずに飛べるんですね。獣脚類と竜脚系類は、多くがこの機能を持っていたと考えられています。長眼類からは機能があった証拠は発見されていないんです。どうして一部の恐竜で機能による呼吸システムが発達したのか、様々な理由が考えられています。例えば、大昔は空気中の酸素の量が今よりも少なかった。体の大きな恐竜や素早く動く恐竜は効率よく酸素を取り込む必要があったとか、気嚢が体の上の方にあることで重心が下がり素早く動きやすくなったなど、いろいろな理由が考えられています。車でも重心が低い方がコーナリングが安定しますよね。せっかくなので、アパトサウルスの背骨も見てみましょう。ほら、ぽっかり穴が開いているでしょう。とっても観察しやすいですね。こんな風に骨に穴が開いているおかげで、骨
が随分軽くなったようです。当時の地球環境や恐竜の呼吸も想像しながら恐竜の背骨を観察してみてくださいね。